第一次インティファーダ。第一次、インティファーダ、インタファダ・ファラステニア・アワラは、1987年から、オスロ合意により、パレスチナ自治政府が設立される1993年頃に、至る、イスラエルとパレスチナ人の間での一連の、力的諸事件の総称。石の戦いとも言われる。また単に、インティファーダという場合は、第一次インティファーダを指す。 第一次インティファーダの故障は2000年から2005年のアルイコールアクサーインティファーダを第二次インティファーダとして言及されるようになってから使用されたものである。1987年10月1日、イスラエル兵が武装組織パレスチナイスラームジハード運動のガザ出身構成員7名を殺害した。数日後、イスラエル人入植者がパレスチナ人女子学生を 背後から銃撃。さらに12月4日にはガザでシュロモサカルというイスラエル人セールスマンが視察されるという事件が起こっている。12月6日、イスラエル国防軍のトラックがバンに衝突する交通事故が発生。この事故でジャバーリーヤのパレスチナ人4人が死亡した。難民キャンプで催された犠牲者の葬儀はやがて暴動とかし、数百人がタイヤを燃やし、 警備に当たっていたイスラエル国防軍への攻撃するに至った。暴動は他の難民キャンプに広がり、やがてはエルサレムに至った。12月22日に国際連合安全保障理事会は、インティファーダの最初の数週間に、パレスチナ人の死者が多数出たことで、ジュネーブ条約違反としてイスラエルに対する非難決議を採択した。パレスチナ解放機構。 PLO もこの民衆の動きを支持するとともに、海外にパレスチナ問題解決への支援を促す外交を展開していった。パレスチナ人の用いる暴力的手段の多くは技術的にレベルの低いものであった。女性や子供を含むパレスチナ人がイスラエル兵に対し投石を行ったのである。イスラエルはこれに対し、催涙ガスやゴーム弾、 時に実弾を用いて取り締まったが、抑え込むことはできなかった。しかしやがて戦術はエスカレートし、火炎瓶による攻撃にとって変わられ、さらに100回以上の手榴弾攻撃や、銃や爆弾による攻撃が500回を超えて行われた。これによって、多くのイスラエル市民、兵士が死亡した。これに加え、約1000人のイスラエルへの情報提供者が、 アラブ人民兵の手で殺害された。これについて、パレスチナアラブ人権団体は殺害されたものの、多くはイスラエルへの協力者で吐く報復殺害の被害者であったと主張している。1988年、パレスチナ人は、イスラエル政府が代行して徴収する税の納付拒否という非暴力運動を開始した。これに対してイスラエルは、習慣によっても活動を停止させられず、 店舗、工場、住宅などの機材、家具、商品などの差し押さえ、売却という重い罰則を課すことでボイコットを抑え込んだ。同年4月19日、PLO の指導者、アブージハードがチュニスで暗殺された。暴動が再び活発化して、続行、およそ16人のパレスチナ人が死亡した。1989年10月、ユダヤ人過激派が、 エルサレムのモスクを襲撃、これを発端にした銃撃戦でイスラエル治安警察がパレスチナ人22人を射殺した事件により国連総会が対イスラエル避難決議を採択している。この頃パレスチナでは家庭生産のキャンペーンが代々的に行われるようになり、特にガザ地区の人間にとってはイスラエルでの仕事はまだ必要であったが、 徐々に減少し、1988年6月には、イスラエルにおけるパレスチナ人の雇用は40%減少した。各地で散発するインティファーダの光景は、海外メディアにより、全世界に報道され、その多くが、石つぶてで、圧生者に立ち向かう住民と、それを最新兵器で女子ども含め相当する、イスラエルという構図だったため、 国際世論がイスラエルを激しく非難し、イスラエル国内からも政府や軍に対する非難の声が上がった。一方 PLO も1990年のイラクのクウェート侵攻の際にイラクを支持したため、サッタームフセインが自身の侵略行為の正当化のためにイスラエルのパレスチナ侵略を持ち出したことどによるクウェートやサウジアラビアに支援を打ち切られて苦境に立たされた。 さらに湾岸戦争により、さらなる中東の安定化を目論むアメリカがパレスチナ問題に介入し、イスラエル PLO 双方に和平への働きかけを行った。1991年にはスペイン・マドリードで和平会議が開始された。PLO はイスラエルの拒否により直接参加は叶わず、ヨルダン・パレスチナ合同代表団の形での参加となった。 当初イスラエル側はなかなか妥協しなかったが、折しも崩壊したソビエト連邦から大量のユダヤ人、労働者が流入したことで、支持層を拡大した、左派労働党のイツハクラビンが政権を奪うと、国際社会の経済援助を目当てに交渉を前向きに進め、1993年にアメリカの仲介で、イスラエル PL 王冠にオスロ合意が調印され、パレスチナ自治政府が設立された。 これにより、ラビン首相、シモン・ペレス外相、ピエロ・ヤーセル・アラファート議長は、翌年のノーベル平和賞を受賞した。オスロ合意までに、パレスチナ人2162人、イスラエル人260人の犠牲者が出ている。ウチ・インティファーダの最初期13週間の死者は、パレスチナ人332人、イスラエル人12人である。初期のパレスチナ側の死亡率の高さは、 暴動鎮圧と大衆管理におけるイスラエル国防軍の経験不足によるものである。しばしばデモ軍衆に退治するに際してイスラエル国防軍兵士は暴動鎮圧用装備を支給されておらず、非武装のデモ参加者を実弾射撃することになってしまったのである。このため任務に従事した国防軍将兵のモラルの低下は避けられず、結果として300人以上の将兵が行き過ぎた。 暴力行為や発砲などで起訴された。インティファーダの進捗に伴い、イスラエルはパレスチナ側の犠牲者を軽減するために、様々な暴動鎮圧用装備、中にはやや滑稽のものもある。例えば石を破砕して、群衆へ放射する機械を導入したが、死亡率は依然として高い水準にあった。初期に犠牲者が多いことのもう一つの要因は、当時国防大臣だった。 ラビンのパレスチナに対する高圧的な姿勢、特に投石者の骨を折れとの国防軍への訓練にある。ラビンの後継者、モーシェア・レンスは鎮圧についてより良い見解を持っており、翌年以降の死亡率の低さはおそらくはこれを反映したものであろう。インティファーダは通常を意味する軍事的行為あるいはゲリラ的軍事行為ではなかった。 PLO の状況に対する支配は限定されており、また暴動によって、イスラエル政府から直接の成果を得ことを、PLO は全く期待していなかった。インティファーダが草の根の大衆運動であって、PLO の思惑によるものではなかったからである。しかしインティファーダは、パレスチナ人にとっていくつかの建設的な成果を、もたらした。最終的にイスラエルは、 パレスチナ側陣営の取り込みとパレスチナ人全体に対する懲罰国際法違反によって反植民地反乱の鎮圧に成功した最新鋭の装備を持ち訓練されたイスラエル国防軍に比較してパレスチナ側は劣悪な条件にあり害して非武装であったにもかかわらずインティファーダはイスラエル国防軍のパレスチのイスラエル占領地域における全体的な問題点特に 占領に伴う社会的なコストが議論の対象になったとともに、先日、作戦行動における多くの問題点を明らかにした。国際世論、イスラエル世論の双方は問題に目を留め幅広い、批判を招くことになった。国際世論が特に人道的問題に注目する、一方、インティファーダによって、イスラエル世論も分裂する子になったのである。 第一次インティファーダの要因と背景については、中東戦争やパレスチナ問題全般における諸事件と同様に様々な議論がある。ほとんどの記録は1948年のイスラエルの建国、1967年の第三次中東戦争以降、ヨルダン川西岸及びガザ地区のパレスチナ人は人道的権利や民族主義的主張に関わる問題が解決され、 進展がないことに不満が高まっていたことを示している。パレスチナ解放機構、PLO は1960年代以降、イスラエルから目立った成果を得ることに失敗し、1982年には、デバノン内戦により、本拠地レバノンを追われて、事務所のチュニスへの移転を強いられた。エジプトは、第4次中東戦争後にイスラエルと和平を結び、他のアラブ諸国は、 交戦状態を維持したものの1980年代中頃には、その現時もトーンダウンし、パレスチナ人は、アラブ諸国からの支持が弱まったことを認識した。南部レバノンのイスラエル軍支配とガザ、西岸でのイスラエル軍政の継続は現状への不満を増大させた。パレスチナ側は、インティファーダは、イスラエルの過酷な抑圧、すなわち裁判なしでの処刑、大規模な抗禁交流、 住宅の解体、無差別の拷問、追放などへの意義申し立てであったと主張ている。インティファーダには、このような政治的民族主義的感情に加え、エジプトのガザ地区からの撤退、ヨルダンによる西岸の主権主張への諦めも背景にあったと言える。貧困地区ではごく一般的な高い出生率に比して、イスラエル支配下での農地や住宅地としての新規土地、配分は、 限定的であり、人口密度の上昇を促した。失業率は増大した。パレスチナ人はイスラエルでの仕事の収入によって、子供たちを大学教育を受けさせることはできたが、卒業後職に就くことができるものは稀であった。また、同盟国たるアラブ諸国から見捨てられたという感情を抱いていたとの指摘もある。PLO もイスラエルを駆逐し、 パレスチナ国家を樹立するという公約を果たすことに失敗していた。1974年以降、イスラエルは占領地域における選挙の実施を図ったが、これはパレスチナ人にとっては完全な政治的権利を与えられないままに級市民としての扱いが続くものと感じられおり、PLO は選挙実施の阻止には成功している。以上の所要因。 および放棄の規模の大きさを考慮すると、インティファーダが一個人あるいは一組織によって、開始されたものではない、という点には、疑問の余地はない。しかしながら、PLO による事態の掌握は素早く、背後から暴動を先導し、暴動の継続を保障する、根拠地、タンズイムあるいは、組織と呼ばれた内で勢力を強化していったのでや。もっとも PLO のみが当初インティファーダで活動した。 組織というわけではなく、より強い暴力的手段へと誘導する、イスラーム主義勢力、すなわちハマースやイスラーム聖戦などと勢力競った。ただし、ハマースは、インティファーダ勃発後に設立された組織であり、インティファーダに手を焼いたイスラエルが、PLO に対抗させるために、ハマースの誕生を支援した。さらに重要なのは、上記の諸組織以上に、厳しいイスラエル占領下、 自主的な組織とネットワークを築いた一般のパレスチナ人からなる地域共同体組織が主したということである。これらの組織は地下組織も含め自主的な基盤の形成を中心に活動した。例としては自主学校、医療機関、食料援助組織などがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。